ナショナルアミューズメンツバイアコム CBS パラマウント、ピクチャーズパラマウントピクチャーズコーポレーションは、アメリカの映画及びテレビ番組の制作、配給会社であり、バイアコム CBS の子会社である。世界で6番目に古い映画スタジオであり、米国では2番目に古い1912年に、設立された映画スタジオ。ビッグゴと呼ばれる、アメリカの映画スタジオの中で唯一。 現在もロサンゼルス市内に存在する、モーションピクチャーアソシエーションのメンバーである。日本では、パラマウント映画の名前で知られている。1912年に、アドルフズコールが設立した、フェーマスプレイヤーズを源流とし、その後、フェーマスプレイヤーズ、ラスキースタジオと呼称して、1924年に、パラマウントに社名を変えた。 ただしパラマウントはもともと1914年に WW ホドキンスンが設立した映画配給会社の社名であり、アドルフ・ズ・コールのフェーマスプレイヤーズが制作した映画の多くを配給していた会社であった。そして1916年にズ・コールがこの配給会社の実権を握り、同じ年に1913年に設立されたジェシー・エル・ラスキー・フィーチャープレイカンパニーと、 フェイマスプレイヤーズと合わせて三社が合併して、フェイマスプレイヤーズ、ラスキースタジオとなり、その後社名をパラマウントにしたものである。アメリカ映画界で設立当初から大手メジャー会社として君臨し、制作と配給部門を掌握した、ズーカーがやがて劇場の買収を進め、アメリカの映画史上初めて制作、配給、工業の垂直統合を実現して、徹底した、 スターシステムと豪華主義で、サイレント時代から映画界をリードしていたが、大強行事には破産宣告を受ける。しかし1935年頃に再建して、後には都会派コメディに力を入れて復活した。1966年には、コングロマリットのガルフウェスタンの参加となり、1994年には、 大手ケーブル会社バイアコムに買収されて今日に至っている。大型画面が盛んとなった1950年代に独自にワイドスクリーンのビスタビジョンを開発したことでも知られる。東方系ユダヤ人としてハンガリーで生まれたアドルフズ・コールは移民労働者からハリウッドの対空運になった人物である。彼は若くして新大陸に渡り、 もっと吹きからスタートして、毛川賞として成功し、そして後に、劇場王となる同業者の親友、マーカスローに触発され、ボードビル会社を設立。ついで、ニッケルオデオン工業から、映画配給、映画制作へと進出した。1912年、制作プロダクションの乱立で作品の質の低下に、行き詰まりを感じた、ズコールは、1906年頃に、 フランスに起こった文学や戯曲の名作を当時の人気舞台俳優たちに演じさせて映画を作る芸術映画運動に注目してフランスに行き当時舞台での大女優サラベルナールを口説き落として全財産を注ぎ込んで制作したのがサイレント映画の大作エリザベス女王でこれをアメリカに逆輸入して大ヒットさせたズコールはこれに力を得て 同年映画スタジオを設立、有名な戯曲を有名な俳優によって映画にを、キャッチフレーズにフェーマスプレイヤーズと名付けた。この時ボードビリアンのジェシー・ラスキー、手袋賞のサミュエル・ゴールド・オフィッシュ、当時脚本家で後に、大プロデューサーとなるセシル・ビー・デ・ミルラと組んで、翌1913年に、ハリウッド初の長編映画、スクオーマンを制作する。さらには、D.W. グリフィスが、 国民の創生、イントレランスを次々発表。ズーカーの経営手腕は凄まじいもので、人気スターの出演作を次々購入、制作し、市場を奪われた工業者たちの間では、ズコールを止めろ。が合言葉になるほどであった。20年半ばでの収益は、フォックスの2倍、ユニバーサルの3倍、ワーナーの5倍に及んだ。やがて、ズコールとラスキーは、 それぞれの会社と進行の配給会社パラマウントを併合してフェーマスプレイヤーズラスキースタジオとなり、それが今日のパラマウントピクチャーズとなった。パラマウントスタジオが75周年を迎えた際、画家のダリオ・キャンパニリーによってロゴが出直しされた。この原画はパラマウントスタジオに展示されている。パラマウントといえば、 映画の冒頭に映し出される山と星のオープニングロゴを創業以来一貫して使用していて、雪が残るピラミッド型の山頂を22個の後、防星が停鉄型に囲んだものである。アメリカの映画史を語る場合に1948年のパラマウント訴訟を外すことはできない。パラマウントの創業者のズーカー、フォックスの創業者、ウィリアム・フォックス、ユニバーサルの創業者、 カール・リームル、MGM の創業者のルイス・ビー・メイヤーとマーカスロー、そして、ワーナー兄弟らは最初は映画工業者としてこの世界に入った。そして彼らはやがて映画工業の分野から、配給業者として、配給の分野を抑えて、やがて映画制作の分野に進出した。そして制作、配給、工業の三部門をいずれも自社でまかない、特に映画館を、それぞれが、 自社の参加に入れて、ほぼ市場を独占して河川化の状態となった。こうした制作、配給、上映を垂直に統合した構造的連携は、前例のない競争力を発揮して、制作者は作っても上映されない不安はなく、映画館は、毎週のプログラムに、穴が開くような作品不足を心配することはなく、配給者は、制作側と、上映側との調整で、 効率的に宣伝活動が行える体制が出来上がった。こうした制作、配給、上映を連結させた垂直統合構造が主流となり、これに最も尽力したのがアドルフ・ズーカーでパラマウントは早い時期からアメリカの映画会社のメジャーとなった。1940年代にはアメリカ映画界のメジャー会社としてパラマウント、MGM、ワーナーブラザース、 RKO、20世紀フォックスのビッグゴと、ユニバーサル、コロンビア、ユナイトのリトル3を合わせて8社が挙げられていた。この当時パラマウントは破産と再建を経て、筆頭会社に挙げられていたのである。それは一方で、ビッグゴと呼ばれた各社が、独自の配給網を使って、参加の映画館には、自社の A 級作品を優先的に降ろして独立系の映画館には、 人気のない作品を高額でおろし、また独立系プロの制作した作品は自社の映画館にはおろさない差別的な商法でもあったので、このことで苦情や抗議が相次ぎ、1938年に司法省がビッグ5のメジャー5社に対して独占禁止法に触れるとして訴えを起こした。これが筆頭会社の名を取ってパラマウント訴訟と 今日では呼ばれているものである。訴訟は、第1次と第2次の訴訟で裁判が長引き、地裁、公裁を経て最高裁が差し戻し、1948年に、地裁で、独占禁止法に触れるとする判決が出されて、まず RKO が、同年11月、パラマウントは1949年3月に、判決に同意した結果、この判決のため、 各社と文字社で抑えていた劇場網である映画館を手放さざるを得なくなった。これによってメジャー各社は最大の収益源であった劇場を手放すことになり、工業側が自由に競争できるフリーブッキング制に移り、またテレビの登場で観客数の減少傾向になったことで映画会社は余裕があった時代には制作できた。 B 級映画を削減せざるを得なくなり、一本の作品にかける対策主義を取るようになった。それは当然制作本数の激減を生み、監督やスタッフ、俳優の需要が減り、やがて1960年代後半から1970年代半ばにかけて映画制作の本拠地であった。ハリウッドのスタジオが観光庁に泣く事態となり、ハリウッドが生まれてから続いた。 スタジオシステムを崩壊させて映画のとハリウッドの変貌をもたらすことになった。HDDVD とブルーレイディスクが DVD の後継フォーマットをめぐって争ったいわゆる当時の次世代ディスク戦争ではパラマウントは当初 HDDVD のみを支持していたがブルーレイの生産コストが DVD とほとんど変わらなくなったことを受け2005年10月にはワーナーブラザースともに 両フォーマットを支持する方針に転換して、ブルーレイ版ソフトのリリースを開始。その結果もあり、フォーマット争いは、ブルーレイ有利で進んでいた。2007年8月20日、パラマウントは突如として、再び HDDVD 版のみをリリースする、方針に転換することを発表。発売を控えていた複数のブルーレイタイトルが、発売中止。 既発売のブルーレイ版ソフトも出荷が停止された。俗に、パラマウントショックなどと呼ばれた本件に対して、当時パラマウントのヒット作である、トランスフォーマーの監督、マイケル・ベイなどを筆頭とした各クリエイターや指揮者は、パラマウントの方針を強く非難した。また、企画争い終結後、ドリームワークスの CEO が、皆さんがご存知のように、我々は、HDDVD のみを、 独占的にサポートすることで多額の保証を受けていたと、ロイターの取材で公言している。その後、2008年1月4日に、ワーナーがソフトリリースをブルーレイに限定すると発表したことで、HDDVD 市場が急速に収束化。2月19日には、東芝が HDDVD 事業をすべて終了すると発表。パラマウントも2月21日にブルーレイディスクに、 再参入することを発表し、パラマウントショックから始まった瞑想は終焉を迎えた。日本市場でもパラマウント本社の移行を受ける形で、日本法人が動いたこともあり、おおむね同じ経緯で、HDDVD、ブルーレイ版ダブルリリース、既発売ブルーレイ版ソフトのリリース停止 HD、DVD 版生産終了ブルーレイ版、ソフトリリース復活、という流れになった。 2008年7月25日には、ボックスを含む6タイトル、8作品の、ブルーレイ版ソフトが、再リリースされ、HDDVD のみで発売されていたタイトルも、相次いで、ブルーレイ化された。戦前に、日本法人のパラマウント映画日本支社を設立し、パラマウント映画チェーンという独自の、洋画工業チェーンなどで上映していた。 1931年に工業部門を同業他社の、松竹の洋画工業部門、松竹座チェーンと合併、松竹パッ工業社とし、共同で SP チェーンを営業していた。1933年に工業を撤退。以降も日本支社は存続し、各映画館に配給していたが、1941年12月8日の真珠湾攻撃によって、 太平洋戦争が開戦したため、解散した。1946年、セントラル映画社の設立によって、映画配給を再開、同社が解体された1951年末に、パラマウント映画日本支社を設立した。1970年、パラマウントとユニバーサルの合弁企業シネマ、インターナショナルコーポレーションの発足に伴い、日本支社は解散した。 映画配給は CIC ビデオソフト販売はユニバーサル日本ビクターとの合弁会社として1984年1月20日に設立された CIC ビクタービデオによって行われた2001年にユニバーサルは日本法人ユニバーサルピクチャーズジャパンを設立しビデオソフト販売を CIC ビクタービデオから変更した2002年6月にパラマウントは CIC ビクタービデオパラマウントホームエンタテインメントジャパンと解消してホームエンタテインメント事業を行った2005年ユープの世界的な事業再編が発表されると2007年5月にユニバーサル作品の東方東和での配給が決まり同年9月パラマウントホームエンタテインメントジャパンはパラマウントジャパンに解消し新たに設けられた映画配給部門で パラマウント作品の映画配給を開始した。2012年10月、社名をパラマウントジャパン合同会社に変更した。2015年10月8日、東方東和と劇場配給契約を締結。これまでの自社配給に代わり、2016年2月1日から東方東和の新子会社、東和ピクチャーズがパラマウント作品の劇場配給を行うことを、 発表、映像ソフト販売も2016年1月1日から NBC ユニバーサルエンターテイメントジャパンに移管し、パラマウントジャパン合同会社は解散した。ありがとうございます。